に LINE 送ってきてるで、アイパン。どういうこと？どういうこと？どういうこと？え、アイパン、アイパン私に LINE 送ってきてない。ガチ？え？私送ってないよ、俺。あ、送ってないから。送ってないよ。送ってないんかい。送ってないんかい。ちょっと、やばい。あの、ちょっと一瞬メイク直ししてもいい？いいよ。ちょっとその間、どういう人物か紹介してください。私のリスナーの皆様に。どういう人物？私がですか？うん。私がどういう人物か？はい。あ、そっか、りねちゃんのファンの皆さんに。結構私のファンの方は、なんかユニークな方が多いから、うん、鈴木彩香ちゃんのことをちょっと襲うかもしれない。だから、ちょっと、自己紹介してあげないと死んじゃう。あ、わかりました。じゃあ、皆さん、こんばんは。皆さん、こんばんは。はい。りねちゃん推しさんの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもお世話になっています。鈴木彩香です。ちょっと、チューしてみてよ、私に。ねえ、なにそれ。めっちゃ急にちょっと、めっちゃ今自己紹介してるから。あ、そっか。そう。鈴木彩香です。これはもう、どれだけ STU に加入したか腕試しが試されるところですよ。うん、いや、私こういうさ、自己紹介本当に苦手なんだよね。結果です。でも、自己紹介しなくても十分可愛いから、存在が。な、ええんよ。あやかちゃんは。自己紹介してる言うたやん。あやかちゃんはもう自己紹介ない。え、てか、結構ね、ねんちゃん推しさん、意外と、知ってると思う、うん、結構もう仲いいことね。いや、だからね。そう、本当に私とあやぱんが仲いいことは承知済みというか、みんな、結構。そう。だから、結構知ってますよね、もう。結構知ってますよね。ちょっと、ね、なんか宇宙食さ、結構さ、あんまないやん。うん。だからちょっと、あの、話してから食べん？いいよ。なんかちょっともったいない気がする、すぐ食べるの。そう、あれしたんだよね。そう。あの、分けっこしたんだよね。そう、ロビーで。そう。家の前で、お互い家の前で分けっこしたんですよ。あやぱんと食べ物。シェアしたんですよ。そう、シェアしたの。そう、だから、こんばんは。え、紹介する？こんばんは。ちょっと、なんか、今私は配信始めたから、ちょっとファンの方に一旦挨拶だけさせてもらおうか。いいよ。え、ねえちゃん、おしさん、こんばんは。今日は、あやぱんとコラボしてて、宇宙食を食べるっていう配信をします、今日は。あやちゃんっていうのは、あやぱんちゃんっていうのは、2期生の私の同期の、とっても仲良しの、なんか本当に、母みたいな方です。え、待って、ちょっとテロップ書こう。あやぱんコラボ、宇宙食食べる。あやぱん、私もテロップ入れる。うん。食。食う。食べる。オッケーオッケー、来た。ティネパンにして。あやぱんと会った時は、すごい可愛い服を着てたんですけど、もう本当に、体が重たくて、死にそうだったので、パジャマに着替えてます、実は。あ、あの服ね。そう。いや、あやぱん可愛かったね、本当に。本当に嬉しい。でも、あやぱんが今日の食めっちゃ褒めてくれるんですよ。今日のは、でも、ちょっと秘密だよね。今日の。秘密言ったらダメ。うん。でも、インスタのストーリーに載せてしもた。まあでも、皆さん、いずれかはね、見られる、まあ見られること。いや、そうだよ。本当に悲しいよね。ね。ね、結構悲しいよね。うん、そうなんだよね、今日はね。うん。え、じゃあ、うん、今日私たちはそのお仕事があったんですけど、結構早めに終わったんですよ、そのお仕事が。うん。だから時間がすごい、もう本当に早く終わって。そう。だからもう本当に早く終わったから、どっかに行こうって言って。プラネタリウムを見に行きたいって二人でずっと言ってたから、プラネタリウムを見に行ったんです。ね、めっちゃ良かったね。最高だった。本当に。追加本当に私ずっと見たいと思ってて、プラネタリウムを。うん、で、本当にずっと調べてたぐらい行きたかったんです。本当に。うん、もうだからね、良かったね、見れて本当に。良かったし、内海ねえと見るプラネタリウムが最高だったっていうお話。
うん。私は続けでもあやぱんと一緒に見るプラネタリウムが最高だったんですよ。ね、最高だった。本当に最高だった。お互いプラネタリウムで寝てましたけど。それは内緒の話でしょ。それは。いや、お互いプラネタリウムで寝てたんですよ。あのね、違うよ違うよ。全部じゃないよね、もちろんね。うん、全部ではない。もちろん全部じゃないよ。あのね、あれはね、逆にね、あの空間で、うん、あのシートがこう倒れる感じ、うん、あとあの暗真っ暗でね、うん、あの感じで寝ないっていうことがあるのかっていう、逆にそうなんですよね、あの空間で逆に寝れない方がおかしい、逆におかしいよね、うん、なんか本当に睡眠専門店にいるような、うん、そう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 本当にそれね、睡眠専門店におるような気がして、もう、いつでも寝ないって思ったんだけど、うん、勝手に心が許してて寝てました。そう。もうさ、うん、終わった後さ、うん、ね、もう、ふわー、もう気持ちいいみたいな感じだったよね。え、そう、最高だった。最高だった。で、今回見たプラネタリウムが、なんか結構、オーロラとか、見れるやつだったよね。うんうん、そう。で、なんか、普通、あのさ、解説みたいなのあるがん。うん。解説、オーロラだってね。で、解説みたいなやつがあるんですよ。うん、ほんで、普通なら、オーロラ見るときに、まあ、別に、うるさいとかって思わないんだけど、うん、寝てるもんだから、男の人の声の解説がうるさすぎて、うるさいもううるさいと思って、ちょっとピリつき上げました、一人で。うん、でもね、すごいね、よかったよね。ね。癒し空間だったね、ほんと。そう。で、定期的にあやぱんに話しかけてたんですよ、私は。うん。で、あやぱんは返信してくれるわけ。うん。だから、あやぱん起きとんやなーと思って、うん、普通に、終わった後は聞いたらあやぱんが寝てたらしい。そう、中盤ぐらいから、うん。入れんかった。うん、かわいい。あ、次ギフトも。スーさん、ハートありがとう。うん。うんうん、かきひこハートありがとう。こんばんは。ひどい。ガッチさんハートたくさんありがとう。ひどくないよ。え、優しい。ひどくないでしょ。優しい。むにゃむにゃ。ももさんハートありがとう。寝るのは幸せですね。うん。寝るのは幸せ。マジで気持ちよかったよね。うん。山月さん10ありがとう。あの空間だからこそ。クックさん、10ありがとう。ロコモコとかありがとう。野坂さん、ハートありがとう。こんばんは。で、今日で、その、博物館にも行ったよね。博物館？無線博物館に、科学館か。うん、科学館。科学館にもいて。え、楽しかったよね、めっちゃ。楽しかった。楽しかった。説明してあげて、あやぱんが。どんな博物館だったか。科学館。え、なんかね、夢の国っていう。うん。エッセイ、エッセイだっけ。確かにね。夢の国に行ったんですよ、私たち。ね。うん、科学館の中にある夢の国。うん、ほんと夢の国だったね。マジ夢の国だった、うん。めっちゃね、楽しかったんです。なんか、そう、無料だったんですけど。うん。ね、いろんなことできたね。マジ楽しかった。なんか広島にあんなのがあるんやとは思わんかった。ね、近く、なんか、あんまりそう、なんか行ったことないとこだったけどさ。うん。確かに。ね、なんか、自分で説明しないスタイルって言われた。夢の国でした。もう、なんかさ、うん、なんかめっちゃ映えた壁あったくね。え？めっちゃ映えた壁があった。壁？空。上があった。電気があった。映えた壁。カフェみたいな。あれめっちゃ良かったよね。カフェね。あれめっちゃ良かった。なんか、説明してあげたい、やっぱ。なんか階段とこでしょ？うん。階段とこ？うん、なんか、階段がめっちゃ映えてたんですよ。うん、そこの科学館の階段が。そう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 。ね、MV 撮影所みたいな感じになってて。うん、めっちゃ映えてたね。科学館とは思えない。そう、なんか科学館の普通の
通路なんよ。なんか連絡通路みたいなところなんやけども、なんかめっちゃ映えとって謎に、ここ、なんかここに金かける必要あるみたいな。正直問題みたいな。え？みたいな。他にもっと金かけるみたいぐらいなんかおしゃれで、なんか謎になんか科学館じゃねえだろみたいな。ここどこみたいな。カフェにいるような。あの、2パターン味わえるような、あの、通路でして。そう、本当に。2パターン味わえました。それか、うん、それか最高でしたね。そう、最高でした。しかも、なんか、あ、電気とかもなんか玉みたいな、うん、なんか丸い玉みたいな、ピンポン玉みたいな感じがポン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 と落ちてて、ね、うん、今すぐ私たちに卓球しろって言ってるようなもんなんかなみたいな、考えすぎかもしれんけど、なんか私たち二人で卓球始めようよみたいな感じのことを電気がなんか知らせたんかなみたいなぐらいなんか強いよね。おもろい、そう、うん、なんかいろいろね、ちょっと小学生にさ戻ってさ、うんいろいろできましたね、本当に。いや、そう、無邪気に遊んだよな、あの、ね、なんかに、あの、歩いたら、なんか通路を通ったら、なんかセンサーがあって、うん、音がな、そう、なんか通ったら音が、なんか鳴るシステムみたいなのあって、うん、そう、音が鳴らないように、うん、あの、空中をまたいだりして。そう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 。なんか見えないセンサーってあるじゃないですか、このように。通ったら半分引きちぎられるみたいな体が。うん、うん、なんかそういう感じの音バージョンがあったんですよ。でも絶対に私はもういつでもこのセンサーを通り抜けて音を鳴らしたくないと、うん、バーッと鳴らしたくないから鳴らしたくないから、あの、普通に大股を開いてこうやって歩いたら鳴らなかったんですよ。そうそうそう、そういい感じだったのに、目の前からなんかスーツ着た眼鏡かけて、なんかポン、なんか一本結びのなんかすごい真面目そうな女の人が堂々と歩いてからブーッとなってなって、結局なんか、あっ、ちょっと待って。なってない。ブーって、うん。そう、バイオハザードみたいな感じ。そんな感じでした。こんばんは。立体迷路みたいなやつあったよね、ジャングルで。あったよね、あやぱん。あったあった。あやぱんがちょうど登りたそうにしてたんですよ。中にね、入れる感じの、うん、なんか、あれめっちゃさ、すごかった。うん、え、それの？ね。でもさ、なんかさ、大人だけではダメみたいな。うん、そう、大人だけではなんか入っちゃダメって書いてあったから。そう、なんか、大人だけが入ったら結構やばいことがなるらしくて、なんか結構爆弾とか、なんか、何言ってるの、そんな科学館に爆弾とかない安心安全の科学館に爆弾。大人だけ入ったら、なんか急に、なんか、大量のゴキブリが発生して、なんかお尻とか食べられるらしいです。どういうことだから入らなかったね。そう、入らなかった。え、でもそう、本当に入れなかった。そう、え、で、なんか、今日は、なんか街を歩いてたら、沖さんの匂いがしたりとかしたよね。うん、した。何回も沖さんの匂いがした。うん、確かに。おいで、あの、宇宙食は何時から始める？え、もう食べる？食べよう。もう食べるか。うん、じゃあ、紹介しよう。じゃあ、まず、あやぱんから買ったやつをどうぞ、2個。わかりました。まず、私、ちょっと、あの、さっきシェアしたからね、封が開いてるんですけど。さっき普通にシェアしたから。そう、あの、まずは、こちら。でん。見せて。たこ焼きたこ焼きって書いてる。たこ焼きたこ焼き最高。これ宇宙食の、本当に多分、たこ焼きを乾燥させたもの。うまっ。うわっ、めっちゃたこ焼きの匂いがする。え、あと、それは、ソースとかなんか。あ、うん。ストップ！一旦ストップ！何も言わないで。グミ、あ、紹介。グミ言っちゃうけ。寝ておりました。じゃあ、もう一つ。もう一つは、こちら。宇宙のグミ。宇宙のグミ？聞いたことがない、そんなの。宇宙のグミでーす。なんだそれ。待って、うまい棒の匂い。え、宇宙のグミが？違う、たこ焼きたこ焼きうまい棒だ、本当に、やば。こちら、はい、宇宙乳酸菌入りので、水色なあやぱんのやつは、それは何味？これはソーダ。あー、そうだ、私のパッケージちょっと違うので、また今から紹介します。うん、私が、あやぱんと
一緒に購入した商品はこちらです。ちょっとさっき封を開けたんですけど。うわバニラアイス。いやーバニラアイスーあ、そう。ブルーバニラアイスーイエーイバニラアイスバニラアイスバニラアイスを買いました。で、中身がどうなんか後で秘密。で、もう一つ買ったのはアヤパンとお揃いで買ったのはこちらブルー空中のガーミーイエーリネキンリネキンやリネキンね。どうもこんにちは、リネキンです。どうですか宇宙の海の。で、これはグレープ味です。そう、こちらはソーダ味です。でもちょっとシェアしたから、うん、こっちにグレープも入ってる。そう、こっちにもソーダが入ってるんですよ。じゃあまず早速食べていきましょう。はい、なんて写真撮る、スクショしてもらう。あ、スクショしよう。スクショしてください。イエーイ。おい、終わり。もう撮ったら、これ以上撮ったら罰金。罰金これ以上撮ったら罰金ね。はい、じゃあまずグミ、グミから行く。グミから行こう。グミから行こう。そんな汚いから。じゃあまずその今から食べるグミをちょっと説明します。これはただのグミじゃなくて、うん、このグミはなんかあれらしい、なんかこの製品の売り上げ、あ、この製品の売り上げの一部じゃない、これはなんかユニセフ関係ないえ、なんかこれは普通のグミじゃなくて、なんか高知県のひまわり乳業さんが行った乳酸菌の宇宙実験があるんですけど、その宇宙実験でロケットに乗って宇宙から生還した乳酸菌の子孫たちを美味しいグミキャンディーにしたってことなんですよ。おやつらしくて入ってるのそのまま。やばい、これ高知県でロケットの、うん、あの宇宙の実験を行って、でロケットに乗せて実際に宇宙にこの乳酸菌、うん、乳酸菌の子孫を宇宙に持ってったんだって。でわざわざ日本に帰ってきてくれて、その乳酸菌が、うん、でこのグミになってくれたらしい。そう、命ありがとう、命ありがとう、命ありがとう。やばくない、うん、だからこれ高知県も味わえるし宇宙も味わえるんですよ。宇宙にこの乳酸菌、ここに入ってる乳酸菌が宇宙に行ったってことだよね。そうだよ、普通じゃないんだよこの乳酸菌は君がいつも食べてるいつもの乳酸菌ではない。この乳酸菌は宇宙に行ってくれた。ありがとう宇宙の乳酸菌、ありがとう。じゃあアヤパン的にどれだけ感謝してるか表してみて。え、もうね表して、うわーポンって感じ。やばい、押された。やばい、今熱くなった。熱くなった、やばい。じゃあ私がどれだけこの宇宙に感謝してる、このグミの乳酸菌に感謝しているかというと、歌であれします。あ、乳酸菌、ありがとうさん。本当にありがとうございます。とても感謝していますよ。というわけで、俺は宇宙の名にかけて、乳酸菌毎日ありがとうね。サンキュー、ありがとう、サンキュー。とても感謝、I love you。という感じです。それぐらい感謝してます。とても感謝してます。本当に。大感謝してるね。大感謝してます。ってことで食べよう。これはグレープ味ですよ。あやっぱのはソーダだけど、じゃあまず己のやつから食べよう。うん、己のやつ。え、ソーダ、うん、あやっぱん、じゃあソーダ食べてみて。え、一緒のやつじゃない。あ、一緒のやつか。一緒のやつから食べよう。あやぱんから提供していただきました。ということで、この普通はないと思うんです、タイムリープということは。だから手元にあるんです。うん、ね、めちゃめちゃさ、ヨーグルトの匂いする。マジ？やっぱ乳酸菌やからな。乳酸菌だから。ちゃんとで本来はグレープの中にこの、あのグレープ、なんかほんまにこれグレープみたいな。なんかちょっと、うん、
これえみたいな色のやつが入ってます。ね、これグレープっぽくない。あ、本当に乳酸菌ヤクルトみたいな香りだ。ね、ヤクルトの匂い。じゃあそうだ、じゃああやぱさっきソーダ食べてください。食べますね、はい、じゃあどうぞ。こちらちょっとレビューして、こうやってしっかり。こちら、あ、なんか、うん、すごく光ってる、あの、え、このライトに照らされたら、うん、なんかめっちゃ宝石のように透き通っています。やば、すごいよ。そう、あやぱんが持つ剣とかじゃなく、え、あ、わしが持つ剣か。うん、わしが。そうや。あなたが持つ剣よ。いただきまーす。はい、かわいい。入れた瞬間、乳酸菌。え、やば。空気が乳酸菌かと。うん。やば。かわいい、結構。おいしい。うまい。うん。最高。めっちゃソーダで、うん、ソーダで普通のグミより、ちょっと固め。あ、固めなんですね。うん。すごいためになりますね。固め最高です。固めだ。固めグミ大好き。そうだ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 。え、そうだそうだ。それを食べて、うん、胃の中で爆発とかしたりしないよね。うん、しない、大丈夫。じゃあ今からこのグミに命をかけるんだよ。うん。だからこの、うん、あやぱんが先に食べてくれたけど、私がもし食べて爆発とかしたら許さないから。なんでさ、爆発するのグミ。ではいただきます。うん、どうぞ。こちらあやぱんから提供していただいたブルーのグミですね。ブルー、光に照らしてみて。照らしてみる。なんか輝いてるから。あ、開けてみるわ。うん、開けてから。うわ、めっちゃさっきよりソーダより乳酸菌って感じね。光に照らされる。いや、あんま変わらんな、私のやつ。嘘、ほんと。なんかさ、今日見たプラネタリウムを感じるよ。ほんまや、なんか透明感がある。なんか透明感伝わらないんですけど、そう、なんかあの通ってるの。配信が伝わらないのがとっても悔しいです。なんかすごいなんか濁ってるんだけど、実際に光に照らしたらなんか私がなんかもう本当にパリコレでランウェイ歩いてるぐらいになってて、なんかすごいキラキラしてます、ね、では実食いただきます。で、このグミの小ささは私の顔の50分の1ぐらい。うん、どうですか。うん、うん、美味しいよね。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。え、なにこれ。やば。うんうんうん、ね、あ、やばい、飲み込んでた。完全に飲み込んでしまった。ここに乗る。なんかそこから感じて。うん。出さない。感じてみたい。感じ。なんかすごい、まず噛んだ瞬間に普通に何もないと思ってたよ。うん。なのに噛んだ瞬間になんか中に空洞、若干なんかへこみみたいなの入ってて、うん、確かに。ギューンみたいな。なんか支えてくれて、歯を、うん。私の前歯を支えてくれて、奥歯と、うん。噛んだ瞬間に乳酸菌がパラ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 ーンってって、前から乳酸菌みたいな、なんか前に降り注いできて、乳酸菌が。飲んだのに。スーッとして。飲んだのに。飲んだのに、なんか、ま、でも、3組ぐらいしたの。1、2、3。で、あやぱんの話、あ、飲んじゃった。うん。だから、大丈夫ですよ。ちょっと、濃縮ですごい良くて。うん。なんか、美味しい声で、いい声で、F 声で、イエーイです。何それ面白すぎる。漫才コンビですかって言われてる。なんか、乳酸菌の匂いとかって言うけど、実際食べてみたらしっかりソーダの味するし。そうだね。めっちゃうまい。そうだね、だって。もうまたうまいことでダジャレが。あやぱん先生、たら、かこちゃん、たらちゃん。たらちゃん。うん。たらちゃん出てきた。たらちゃん。たらちゃん。じゃあ次、この己の、私のグミ。うん。わしのグミですね。
なんかさ、これさ、どちらかというとさ、ソーダ、なんかこっちコーラみたいな。うん、確かにそう、色味的にはコーラ。うん。コーラ？コーラ？僕の大好きコーラ？コーラ？コーラ。え、マジでコーラ。皆さんお好きですか、コーラ。あー、好き。わかりました。まだコメント欄来てないけど。え、ということで、これは、まず開封してみます。これは私のグミです。うん、私が選んだ。これは、ぶどう味のグミです。グレープ。うん。一緒に食べる？こっちで。一緒に食べよう。一緒に食べよう。じゃあ、せーので食べよう。うん。宇宙に行った。宇宙を感じながら宇宙に行ったと思って食べないと。あ、まあ、じゃあ、憑依させよう。ストップ。じゃあ、宇宙を今から私が憑依させるから、それを見てて。私、宇宙を楽しんできちゃうの。うん。いくよ。ドンドル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 。うわぁ、宇宙の皆さん、降りてきてください。うわぁ皆さんこんにちは、宇宙リネです。だから私と一緒に宇宙を感じましょう。鈴木先生も宇宙を感じてください。今からパワーを送ります。うわー、わかりました。一緒に宇宙を感じましょう。ではでは、いただきます。いただきます。頂戴いたします。頂戴いたします。小さい頃を思い出す味。うん、わかる。うん、なんかグレープといっては、うん、過言ではないほど風味のグレープなんですけど、うん、なんかあのこう10円とかに売ってる駄菓子のグレープの味。あ、わかる、わかる、わかる。グレープの味がして、乳酸菌感あんまないね、これ。ないね、確かに。ほんま乳酸菌入っとんか。いや入ってる。本当に入ってる。なんか乳酸菌奥にいる。奥にいるね。なんか子供の頃に本当に食べたことあるグミの味がする。なんか懐かしい。懐かしい。これ懐かしいですね。懐かしいグミだ。懐かしの味ってことで、あのこのグミのレビューは皆さんどうでしたか。もしよければチャンネル登録といいねとコメントお願いします。あのもしよければこのグミはですね、あのこのグミはあの子供の頃を思い出したいなみたいな、あの頃の青春、僕の青春みたいな感じの方はこのグレープ味を食べていただいて、そうですね、ソーダ味を食べたい人はもっと刺激が欲しければ若いになれ、ボボボ、ああなんかいい感じみたいな人とかはあのソーダ味を食べてください。もうね、誰誰誰、本当にさっきからいろんな人種が出てきてる。いや、めっちゃうまいっすよ。おいしい。ぜひ食べてください。え、じゃあ、アイパン的に、プルルアイパン的に、なんて、ポーン、プルルルバーンって、たぶん何点って言って。わかりました。英語でね。英語で？うん。わかった。いくよ。Today's I found the point. Brrrr, bam. 100 point. Yeah. 100? すごい。100ってこと？すごいやん。100 point です。プラス星50。Yeah. 星50って言ってるやん。星50。50って言ってるやん。プラス英語わからないの、リネちゃん。50じゃない。わかんないの。皆さん、プラス50ですよ。プラス50。プラス50。プラス15だよね。15。そう。あ、そうか。私が英語で言ってたんか。ごめんなさい。もう、このバカ野郎、俺のバカ野郎、そうか、忘れとった。面白い。うん、面白い。え、15って言うんやね、50って。15だよね、たぶん。50か。50。15は15か。うん。50やな。50。じゃあ、どっちが好きやったこの味。どっちも美味しかったけど。ソーダとグレープ。どっちも美味しかった。グレープ or ソーダ？グレープ or ソーダ？俺は、うん、炭酸とか結構好きめだから、うん、刺激欲しめの人間だから、人生味味覚にこの自分のパンに、自分のリネタンに
うん、下のリネタンに刺激が欲しいから、私はソーダが美味しい、おすすめでした。私ね、グレープめっちゃ好きだったよ。マジ交換する？交換する？まあ、一応まだあるけどね。大量にあるけん。うん。じゃあ次、みんながこれはお待ちかねでしょう。お待ちかね。で、今からちょっと、ジャパネットリネタンやるわ。うん、いいよ。と、このお客さん、止まって止まって、今日紹介するのはこちら、たぶーん一のバニラアイス。どうですか皆様、これ見てください、このマットの質感ねっていう感じで、はい、あれ見て、おい、うん、 HP0 になっちゃった。 HP0 もう全部もう使いすぎよこれにちょっと精神をかけすぎました。皆さん、今から紹介するのはこちら、でねん、たこ焼きたこ焼きです。こちら可愛い普通で食べられています。なんと乾燥食品のたこ焼きでございます。フリーズドライではなく乾燥食品、乾燥でございますよ。こちらもうとーたこ焼きの匂いがしてあーもうとても食べるのが楽しみですね声だれ高すぎ、声だれ、マジでおもろ、マジでおもろ、もうとってもたこ焼きの、もうたこ焼きだこれは。あなたの名前は何ですか？私の名前、はい、ジャパネットパン。ジャパネットパン。ジャパネットパンだ。ジャパネット。ジャパネットパンダです。パンダパンダ。パンダパンダ。ジャパネットパンダ。パンダ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 。ジャパネットパンやばすぎ。よし。ジャパネットパンパパンパン。ジャパネットパネットパパパン。よしじゃあ。食べようじゃん、食べよう。じゃあみんな的にどっちが気になるか言ってもらおう。パン、あ、パンじゃない、もうごめん間違えちゃった。たこ焼きとアイスクリーム、どっちが、バニラアイス、今ね、この中にたこ焼きとアイスが入ってるの。一緒、あ、ほんと、なんか匂いが混ざってる。シェアしてもらった。アイスとたこ焼きが入ってて、私もちょっとティッシュの上に置いとくわ。私たこ焼き、確かにこれティッシュ必要そうだな。まあ、これじゃあまずバニラアイスから紹介しますね。じゃありねちゃん食べてみて先に。はい、バニラアイス。ではバニラアイスを紹介します。私がちょっとこれあやぱにシェアしたからかけて、もう一部分なくなってるんですけど、うん、本来ならこのバニラアイスはあのかけてないんですよ。1枚のかけらになってて自分で割るスタイルなんですけど、うん、え、待って、めっちゃミルキーな香りがします。お、某、これはわかりやすい話をすると、某、うん、ミルキーは、の味の匂いがする。ミルキーは、の味の匂い。言ってるやん。めっちゃいい匂いします。では、なんか、すごいフリーズドライになってるから、カリカリ。うん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 。では、いってらっしゃい。行ってきます、宇宙。宇宙行ってらっしゃい。ASMR、行きます。いただきます。うん、うわー、どんな感じ？うめえ、え、めっちゃうめえ、どんな感じ？うまっ、え、なんか思ったよりもさ、結構固めそうだった。いや、噛むやん、うん、噛むのもありなんやけど、自分の唾液で、あ、溶ける、こう、だ、分かる、これ、うんうんうん、シュワッて溶ける、うん、シュワッて溶けて、え、めっちゃうまいね。甘さ控えめ、そうなん、匂いと食べた後じゃ、うん、あなたは別物誰みたいな本当に全然違います。ぜひアイパもご賞味あれ、どうぞご賞味あれ。あ、ねね、うまっ、だから、え、めっちゃ軽いねこれ、あの、うま、本当に、あの、発泡スチロールみたいな感じ、うん。めっちゃ軽い。ほんまに軽い。感じも。これ乗せて頭の上歩いても落ちないぐらい軽い。それは落ちるよ。じゃあ食べるよ。うん。いただきまーす。はい。うわ、
どうですか鈴木氏。感想を述べよ。溶けた。うん。それな、溶けたよね。溶けた。うまくね？おいしい。なんか口の中に入れてすぐ喋れんよな。喋れん。今感じてる、めちゃめちゃ。じゃあ目をつぶってしっかり感じます。ご賞味、あやか、なう。なんか、うん。ずっと口の中にバニラアイスの味が溶けるんだけど残ってる。え、おるよね。溶けるんだけど、バニラアイスの味がずっと残ってる、口の中に。うん、うまっ！これ歯がないしでも食べれる。な、確かに。食べれる。あと、小猿とか、小ガキとか赤ちゃんとか食べる。これさ、めっちゃうまいんやけど。え、これって本当にバニラアイス？え、バニラアイスの何これ？いや、わからん。ほんまにこれバニラアイスなんかな？バニラアイスの、あ、バニラ？乾燥食品なんだけど、生クリームだって。だから本当にちゃんと、しっかりアイスを意識してるんだ。あい、え、これはバニラアイス味のお菓子なんかな？それとも、本当にバニラアイスなのかな、これ。生クリームが入ってるから、うん。これ一旦バニラアイスとして作ったんだと思う。あ、そういうことか。同じ材料で作られてるものなんかな、そのバニラアイスと。全く同じ。うん、めちゃめちゃバニラアイスの味、本当に。え、めっちゃうまい。口の中の水分は全然持っていかれないです。うん。ああ、美味しい水。なんか食感も味も食べたことない、うん、これ。え、そう、なんか味はアイスだけど、お菓子でこんな感じは。メレンゲクッキーの、うん、歯にあんま執着してないメレンゲクッキーの、うん、なんかサクサクバージョンで。確かに。この馴染みぐらいは、スポンジに水を吹きかけたぐらいの馴染む。うん？で、割った時にすごい軽いんですよ。軽い、めっちゃ。軽いの。ほら。器物損害。キャー！捕まりたくない。え、じゃあ次。あ、やっぱ、え、ちょっとモンスター味わう、これ。うん。じゃあ、彼女風にこれ食べてみて。ん？彼女風にこれ食べてみるけん。何？ビネ劇場。彼女風に食べてみるけん。うん。あ、じゃあ、怒った時に、じゃあ怒ったお父さんみたいな人がいて、うん、その時に、これ食べてください。お願いします。許してください。って言って食べたら、なんか、怒りが収まるお父さんのモノマネやるけん。うん、わかった。じゃあ私が怒ってたら、あやぱんは、いい具合の動を見て、これでも食べて元気出してくださいと渡して、これを。あやぱん。あ、わかった。だから。そしたら私が、あの、何かします。うん。オッケー。いきます。3人。うん、まあ何やってんだよ俺の敷地にあの、マジで、いじいじ、俺の敷地さ、臭いのに草ばっかいっぱい取ったばっか生やしやがって、誰だちょっと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 リネオリネオ、はい、そんなにもう何起こってるのかわかんないけど、ちょっと一旦落ち着いてリネオもう、ゴリラになっちゃってるからリネオゴリラになっちゃってるから、ちょっと一旦落ち着いて。ちょっと見て、これ。これを見てよ。何かわかるこれ。これなんと、バニラアイスなの。あれきっと、バニラアイスはやばい。いただきます。もう食べちゃった。あ、今のは何だったんだ今僕は何してた、しかも何なんだ、一瞬目がいってた、これは何、この美味しい食べ物は、美味しいでしょ、君は誰、吐くか、もしかして君は吐く様千尋や、千尋、はい、終わり、はい、終わり
終わり。美味しい。美味しいね。ってことでたこ焼きいきましょうか。たこ焼きいきましょうか。うん。わあ、めっちゃたこ焼き。紹介してあげてください。こちら。ででん。おお。え？もうめっちゃたこ焼きだよ本当に。もうこれ。多分そのまま乾燥させたものこれ。え、やばい、すごい。なんか中にさ、タコ入ってるみたいなの言ってた。嘘、ほんとタコ入ってんのこれ。うん。えぇ、わからん。でも見た目的には入ってないじゃん。もしかしたら思わせぶりかもしれないよ。これ。でもほんとにこれ多分タコ焼きです。うん、え、ガチ？うん。えぇ、本物のタコ焼き。うわ、ほんまや。しかも結構さっきより重量感あるけどね。うん。軽いんだけど。匂いもたこ焼きなの、本当に。しかも、カチカチ。スクショ撮ろう。いいよ。これスクショできるかな？自分の。お？はい。せーの。あ、ダメだ。ちょっと私怖いからやめます。皆さんにお願いしよう。スクショ。最高。じゃあ食べてみましょうか。あやぱんからどうぞ。いただきまーす。はい。あたこ焼きが爆発してしまった。笑いすぎ。たこ焼きが爆発。大丈夫。3秒ルール。3秒ルール。いただきますね。静かにして。姉ちゃん静かにして。いただきます。いただきまーす。うわを凍らせたもの、乾燥したもの、やば。え、これね、え、なんて言ったらいいんだろう。やば、おもろい。心臓、ほっぺた痛い。あー、うん、タコが出てきた。なに？タコ。タコ、終わった？タコ。タコが入ってる。お、ガチ。もうこれ、ほん、もう、めっちゃタコ焼き。タコどんな感じ入ったの？え、これさ、でもさ、見せていいかな？あ、じゃあ私が一回入れる。あの、断面が苦手な方はご注意ください。YouTuber あるある。はい、どうぞ。断面が苦手な方は、断面が苦手な方は、あの、見ないでいただいて、見ないでください。見ないでいただいて、お願いします。うん、ダメが苦手な方とかは、ちょっと見ないでいただいて。で、見せるよ。はい。でー、タコでーす。え？なんか、これ、かさぶたみたいなタコやな。これ多分中に埋まってるんだけど。あ、そういうことか。めちゃめちゃたこ焼き。なんか、新しいたこ焼きって感じ。ん？これは歯がなくても食べれますか？いや、これは歯がないと食べれないです。マジ？口の中結構、硬い。乾燥してるから。いいよ、りねちゃん。え、そ、ソースの味とかしないんか。え、めっちゃする。え、するん？めっちゃする、ソースの味。え、すごい。匂いは全然、ソースの匂いじゃない。え、そ、なんかこれ、多分、あの、電子レンジでチンしたら、たこ焼きに戻る、多分これ。え、チンしたら、乾燥するんじゃないの？え？で、レンチンしたらから、ダメやろ。わか、え、レンチンしたら、うん、多分その、なんか柔らかいのに戻る気がする。水入れてレンチンしや。水入れてレンチンやない。うんうん、そう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 。それ。では、いただきます。うん。早く食べて。いただきます。ああ！すごいでしょ？
もうめちゃめちゃたこ焼きの味じゃない？うわっすごっ、えっ、おいしいね、うん、うん、もうほんとにたこ焼き、えっ、おいしい、なんかおいしい、だしの味がするちゃんとね、うん、だしの味がする、なんかほんとパチモンの、パチモンのたこ焼きじゃない、なんか見た目は結構パチモンっぽいけど味がなんかすごい、なんかだしの味がするしっかり、え、なんかキャベツが入ってる、うん、キャベツそう、本当にキャベツも入ってるし、たこ焼きって本来キャベツ入ってないものなんだけど、え、入ってるよ、いやなんか入らんらしい、たこ焼きお好み焼きは入ってる、え、そうなの、うん、いやなんかめっちゃ美味しい、食物繊維まで考えてくださったここのメーカーさん優しい、ピタ君、うまい、ありがとう。めっちゃうまい。めっちゃ美味しい。ザイグー。めっちゃ美味しい。もちろん。うん。あやパンが。それじゃあ、いただきまーす。あー、どこだったの？あれ、なんで落としたん？めっちゃ悪かったんやけど。え、なんか、思ったより硬くて、うん、多分、あの、歯にバウンドした。あ、ふるって。ふるってなったわけね。え、だって噛んだ時に、意外と硬くて、うん、あの、歯、そう、歯がバウンドしちゃった、多分。タコ。ちょっとタコのところを食べてみたいと思います。うん。今頑張って。うん。あの、ハムスターのように、とやってあります。なんか、え？タコが、うわーすごい、タコ食べれてない、タコや、リリーリクさん、かわいい、ありがとう、え？タコ？どう？タコ、なんか、うん、めちゃめちゃ乾燥されてて、うん、タコだけの味はわからん、でも全部合わさったらめっちゃタコ、うん、美味しい、でもこれソースの味しないよ、嘘、ほんと、だしの味がする、紅生姜と、だしの味か、紅生姜とだしの味がする、うん、あ、そうかもしれない、ほんとにたこ焼き、ソースかけてないたこ焼きの味がする、うんうんうん、確かに、たーたーたこ焼き、たーたーたこ焼き、おばちゃん大きなたこ入れてありがとうございます、リリネグさん、たこ入れた、うん、ふん今の何、今のミネちゃんキッズ、今のホスタ今のホスタバグミネちゃんキッズが出てきた、あ、たこ来た、アンティクドクのバナナ来たバナナサップ、わかる、ちっちゃい子供の男の子の、うん、タコ来た、タコ、タコ来た、タコ来た、ティクドクのめっちゃちっちゃい男の子がいて、めっちゃ可愛いな、赤ちゃんみたいな、うん、僕がバナナ、バナナ来たらバナナ来たっていうのそれのタコ来た、可愛い、今ね、うん、タコ、うん、うん、皆さんにもぜひ食べてほしいね、宇宙ではこれが食べられるんだよ、うん、しかもこれ両方ともなんか高いって思ってたんだけど、何円だっけ、安かったよね、数百円とかあったよね、グミが400円で、うん、たこ焼きが650円ですね、え、なんて650円で、うん、宇宙を味わえるんだったら全然払ってもよくない？確かに。なんかちょっと。でも結構入ってる量。うん。お試しで。うん。ちょっと食べてみようってなんかね、なるよね。うん。土日に買いに行こうだって。え、嬉しい。買いに行って。なんか、あの、博物館入る、博物館じゃない、あの、子供の研究館入るじゃん。そしたら、なんか、お姉さんたちがロビーにいるんだけど、その人たちのなんかお土産コーナーにある、うん、階段の近く、本当に1階のとこにあったね、1階の階段コーナーにある、
うん。めっちゃウーマです。ウーマ。ウーマ書いて、うまーい。うまーい。サクッと軽い食感、食べ出すとやめられない。え、本当にそんな感じ。うん、やめられない。お菓子だよね。お菓子よりは満足できる、なんか重量感じゃない？うん、確かに。なんか食事って感じもする。うん。お菓子だけど。ほうほう、宇宙の下、これを食べて生きているのか。まあ、美味しかったですよ、とっても。ね、美味しかった。ね、美味しかったですよ。宇宙行けた、イエーイ、宇宙行けた、ブーン皆さんもぜひ、食べてみてください、宇宙を。宇宙を食べてみてください。私さ、今日プラネタリウム見よるときにさ、なんかあれが木星とかって当てとったやん。うんうんうん。やっぱ私って、やっぱ私宇宙人なんかも。もしかして宇宙人だから知ってたのってこともあるし、なんか、例えば、うん、あの三角形を見つけてくださいみたいな解説が入るんですよ、うんうん、宇宙。うん。あの、プラネタリウム見たことない人もある人もちょっと説明したいんですけど、うん、プラネタリウムって無言で星を眺めるだけじゃなくて、無言じゃなくて基本、なんかナレーターさんとかが説明するんですよ。うん、あそこは何の星でみたいな。うん。で、なんか、あの、四角い星を見つけてくださいみたいな。うん。あった真上にみたいな。一瞬で見つけれるの。うん。で、今度三角見つけてみたいな。うん、あったあそこみたいな。うん。で、あやぱも、どこみたいな。あれかなみたいな感じなわけ。そんな言い方してないうーん、みたいな。そんな感じなわけ。うん。だけど、私は一瞬で見つけたから、やっぱ宇宙人かもしれない。はーい。なんかもう、やばい。いや、でも、りねちゃん、豆腐のやつ見つけてなかったじゃん。え？四角形。あのね、何をよ？私は見つけた一瞬であれ。嘘だ。え、あれ？あれかって言ってたじゃん。こちらが、なんか豆腐型をしたって言って、あ、あれか違うよ。こうやって、あそことあそことあそこやろ。あ、ちゃうわ。あれか。あれかって言って、ちゃうわでちゃうかったんかい。違います。なんか、あ、宇宙は無重力だからカロリーゼロですか？これカロリーゼロかな？いやでも宇宙食やからカロリー入っとんちゃうん。なんかエネルギー。確かに。そんなことないか。エネルギーは入っ1個80カロリーだって、バニラアイス。え、これってさ、宇宙行ったらゼロカロリーになるってこと？うん、そっか。え、そういうこと？知らんけど。知らん、なんでやろ。だって人間の体には入ったのは変わりないか。まあでもそうだけど、宇宙行ったらゼロカロリーなんかな。それだったら私毎日宇宙で食事したいな。毎日宇宙でしょ。でも宇宙で食事って絶対大変だよ。宇宙で食事食べようと思った。あー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 いいかな。もう魚の水槽状態。水族館の。いや、本当にそうだよ。ね。大変よ。固形しか食べれないと思う。そんな？固形。あ、ゼロかゼロカロリーじゃないらしいよ。あ、そうなの？うん、そんなわけ。まあ、そうだよね。そんな現実甘くねえやん。うん、現実甘くない。悲しい。じゃあ、アイパン的にみんなにおすすめしたいのは、うん。たこ焼きか、バニラアイス、どっちがお好き？お好きっていうかおすすめしたい方、うん。まあ、面白さ、美味しさ、まあ、見た目、あの、びっくりさ、すべて含めて。あ、トゥデイズアヤパンズポイントやるか。いくよ。うん。トゥデイズアヤパンズポイント。ポイント。いや、これはどちらも、捨てがたいですが、捨てがたいっていうか、はい、どっちも美味しいんですけど、うん、そうだね、あの、おすすめってなったら、まあ、どちらもおすすめですけど、どちらかといえば、バニラアイスですかね。あー、マジか！バニラアイスですかね。ガチか！それは、なんで、うん、もうびっくり。美味しさ？あの、食感と、あと、この味がね、うん、味わったことない感じ？その、確かに。アイス以外で、うん、味わったことなくて、で、ちょっと、うん、
面白いかなって思う。うんうん、ね、たこ焼きは、本当に、味がたこや、普通のたこ焼きと同じ味だから、うん。うん、そう、だから、なんか、そっちがいいなって多分なっちゃうから、うん。普通のたこ焼きの方。そう、これは宇宙食だからね、乾燥されてるから。確かに。そう。美味しいです、もちろん。もちろん美味しいけどね。多分、どっちも美味しかったよ、ちゃんと。うん。なんか本当にお酢抜きで美味しくて、タコが入ってたのもすごくびっくりするし、もうめっちゃ美味しかったんだけど、うん、うんうんうん。バニラアイスは驚きだったね。ね。不思議でした。不思議でした。バニラアイス。なんか口溶けがね、すごいよね。そうだね。うん。こんな、なんか粉っぽいかなと思ったら全然粉っぽくないし。うん。普通に、なんかミルクとかに溶かして飲んだら、ミルク製品みたいな。美味しい。最高です。最高です。ハイアンドコー。嬉しいね、宇宙に行けて。それな？うん。もう、STA48 に加入して、初めて宇宙に行けました。とっても嬉しかったです。とっても嬉しかったです。とても嬉しかったです。とても嬉しかったです。宇宙に行きました。ありがとうございます。念願の宇宙です。なんかヒステリックになってるやん。ありがとうございます。で、あやぱんが。みんなのせいで。みんなヒステリックになってるやん。あやぱん。みんなのせいで。今日は一日、宇宙にも行けず、お空にも行けず、星座を、星座を見ることもできましたし、とても嬉しかった。本当にありがとうございます。もうみんな、すっごく楽しかったです。今日宇宙に行けたことは、皆さんのおかげなので、もうこんな機会はなかなかないと思っています。アヤパンのおかげで、プラネタリウムとか見ることもできて、とっても嬉しかったですし、こうやって宇宙食も一緒に食べることができて、とってもとっても嬉しかったです。ありがとうございました。ミミキッズ、ありがとうございました。ありがとうございました。TikTok。マジで楽しいね、これ。ねえ。久々にコラボ配信したんだけど。ねえ、このコラボはなかなかないよね。なかなかない。普段一緒にいるのに、うん。ファンの人に写真とかしか見せたことがない。そうだ、なんか一緒にさ、こうやって喋ってるとこってあんまりもしかしたらないかもしれない。うん。なんか実際に落としたあやぱんが、喋ってる姿を見て皆さんどう思いますか？聞いてみよう。どう思いますか？どう思いますか？うん。最高だね。ありがとう。この機能使えたこと自体久々に見た。確かにこの機能久々に使った。ね、なかなかないよね、このコラボ機能を使うの。多分、なんか、これは、そう、一緒にやるかなってけど、こっち派だったよ、うちら。そうだね。そう。安心安全に、こっち側にしました。あやぱん、めっちゃ明るくなって、リネタンの影響力、えぐすぎやきくなって。マジ？あやぱん明るくなった？明るくなったかな？リネちゃん、リネちゃん、リネちゃんのこの明るさに、すごく影響されて。うん。うん、でも、リネちゃんといったらほんと元気出るよ。え？ほんとに。面白すぎて。うるすぎて胸ヒット。ドッ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 。うるすぎて。やばい。めっちゃうるしい。もう鼓動がだんだんちょっとでかくなってって。ダンサー。愛されてかもできちゃう、嬉しい。もうゴリラ化してるから、本当に。ゴリじゃないもん。リネゴリじゃん、リネゴリ。リネゴリじゃないから。ゴリラの球根。球根。リネゴリじゃねえから。球根ダンス。うん。全然違いますよ。面白い。待って、タワー来てる。うん、俺を。誰さんですか？マキマキさんです。マキマキさん、ありがとう。マキマキさん、
巻き糸巻き巻き糸巻き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 さん巻き巻きさんありがとう。ちょっと私はお礼をちょっとプルプルプルプー東京に隠していきます。プル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 プン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 。ちょっとつないどいてください。トゥルトゥ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 トゥトゥルトゥ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 。今日は11月9日。結構なんか頭おかしい姿しか見せないから、たまにたまにはかわいそう。実はこのパジャマオフのパジャマです。あ、そうなの。うん。でー、まきまきさんありがとう。え、かわいくね。何そのノート。かわいいでしょ。そうデコったんや。かわいい。でまきまきさんありがとう。ありがとう。多分これあんまきもきさんスクショしても私の半分切り取ったこっちだけ。なんでいいじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな多分本当にりえちゃんの面白さにめちゃめちゃ元気出てると思う。本当にマジ。うん。あやぱみんリスナー、あやぱのリスナーさんどんな感じ。コメント欄。え、もうめちゃめちゃ爆笑って感じだよ。え、ガチ面白すぎて。りえちゃんこっちはあやぱんが可愛いとか、あやぱんのお話が打ち合うかなとか、あやぱんは母のような人ですねとか、もう全然わらとかあんまない。やっぱ慣れとんや。そう、慣れてるのはあると思う。でも、姉ちゃん。毎日毎日私の話に慣れています。やばい、姉ちゃん本当にいつもこんな感じなの？ショールーム。うん。本当にこんな感じ？本当にこれ。やばいね。あやぱんがいるとか、え、本当にこんなんだよな、私、いつも。だから、あんま笑ってか来ない。え、りねちゃん推しさん、本当ですか？で、ん？本当にいつもりねちゃん、え、りねちゃん推しさん、ちょっと聞いてみよう。いつもこんな感じですか？本当にいつもこんなんだよ。通常運転、ほら、通常運転だよ。ネタだけ抜きで、これ本当？本当に？うん。やばいね。待って。ベン！ベン！とかってやったりしてるもん、急に。いつも通りだって。そうなんだ。そう。なんなら今日はお上品な方だね。だって。キャー！やばー！お上品。貴族かも。これでお上品ってどういうこと？貴族かもしれない。ごきげんよう。ごきげんよう。そうなんですよ。本当にこれだって。まだ抑えめだって。何？昨日は炊きたてのご飯を間違えて炊いた。誰だよ言ったやつ。昨日間違えて炊きたてのご飯のこと炊きたての女って言っちゃったんですよ。炊きたて、あやっぱ普段言わないじゃん、配信で。言わない言わない。私はもう、私はもうあやぱんそういうの NG だから。やめてよ、あやぱんにそういうこと言えない。私 NG だから、そういうの。そう、事務所 NG だから。あんまり言わないようにしてるんだから。でも私も始末とか NG だからやめていただきたい。たくさんのって。誰よ本当に。面白い本当に。ダメだよ本当にね。ダメだよ。あやぱんにはそういう姿を見せてないんだから。お前らだけの秘密の。面白い。ごきげんようでタンカラブの。え、バレた？ごきげんようでタンカラんじゃって焦ったんです。そうなんですよ。こちら上品なルームですのでね。そう、お上品。お上品すぎて。あはは、あはは、あはは。ちょっと笑えない。え、なんか、ポーズしようよ。あ、しよう。今日のプリクラリベン、リベンジしよう。あ、しよう。今日なんかね、撮ったんですけど、うん、なんかあんまりだったんだよね。騎士が悪い、あれ。うちら悪くないから。
うちらのポテンシャルが高すぎてプリクラがついてこれなかったわけ。ね、なんかさ顔がさ、うん、なんか変にさ盛られてたね。うん、なんか誰みたいな。なんか私が私じゃないみたいな。うん。あやぱんは可愛くもらってたんですけど、なんか私がなんか別人で、なんか、内海りねの、なんか、落ち武者みたいな。なんて言うんだろう。りねちゃんめちゃめちゃ猫化されてた。マジ？私も猫化されてた。どうする？猫。何がいいか、一緒に猫作るか。猫？あ、いいね。ちょっともうちょっと。猫。せーの。イエーイ！終わり。これ以上取ったら罰金。罰金。罰金。罰金罰金。こんばんは。こんばんは皆さん。二人とも猫系だって。私猫系じゃないと思う。ガチ？そういうこと言ったら犬かもしれない。あやぱんはね、どういう系だろう。あやぱんはね、かわいい。やばいよ、それ。何それ？やばい？かわいい。やばい。ちょっとバカ漏れ。いつも漏れてるけど、えぐい。なになに？なんかプロペラついた、急に。で、飛ぶの、今から。ちょっと待って飛ぶ今からプルーわー綺麗ですわ空を自由に飛びたいなうわー竹子豚あんあんとっても大好きドラえもん宇宙人何これ宇宙人みたい今結んだんだけどいけた宇宙人や宇宙のギャルをね宇宙人です宇宙のギャルを面白い面白い初めてやりましたこんなのサザエさんにも似てるサザエさんですかあやばい普通に戻っちゃった普通にあれあらかわいいりねちゃんに戻っちゃいましたりねちゃん。うん。で、さっきのやつおもろかったな。うん。何これ？これ今度これで公演出てよ。マジ？よ。うん。これでね。ああ。わざわざさ、三つ編みするのにさらにさ、上で結ぶっていうさ、髪型。そうそうそう。すごい凝った髪型ですね。うん。でもこれ自分でできるのはメイクさんじゃなくても。メイクさんなんていうかこれ自分で来てやん。だったねえ、ちょっと聞いて、アイパンにちょっと物申したいことがある。なになになに？なんか前さ、私が三つ編み歩いて一緒にさ、事務所まで行きよるときにさ、うん。なんか私がお風呂入ってないみたいな話が出たやん。あの日にたまたまみたいな。で、それで、なんか、私が三つ編みをしてたら、お風呂に入ってないって勘違いされるようになって。アヤパンが一緒に行けるときに、なんか三つ編みしてたら、もう、お風呂入ってないっていう、今に気づいたんだって言ったっていう話を言ったんですよ、レンちゃんさん。そしたらみんな、もう、三つ編みしてたら、あ、三つ編みはお風呂入ってない。言うようになったの。ひどくない？みんな弁解して。三つ編みしてるイコール、お風呂入ってないっていう印象がついちゃったってことでしょ？そう。弁解してあげて、アヤパンが。いや、その髪型で言われたよ、ちょっと。もう弁解したいぞ弁解いやーでもしょうがないよもうこれはもう言われちゃったんだもんだってね言われちゃったからもうこれはもう自分自身で払拭するしかないよどうやったら弁解できるかなうんどうやったら弁解できると思うどうしたらいいかな三つ編みうんもうじゃあ毎日四六時中ずっと三つ編みしてたらあそういうキャラで。なんかもうたまにするから、三つ編みしてるときは、うん、あ、風呂入ってないんだと思われちゃうから、もう四六時中ずっともう三つ編み、うん、もう三つ編みキャラ。確かに。うん。私はしてたら今、ちゃんとお風呂入ってるやん、いつも。うん。だけど、もう印象づけると。
そういうキャラに。ちょっとこれ髪型やばい。もう。結構やばい。印象付けるんですね。だから、私はもうハーフツインを固定したくて、リネちゃんで言えばハーフツインっていうのをさせたくて、ずっとハーフツインやってたから、今まで。うんうんうん、最近結構三つ編みに浮気とかしてるけど、うん、最近漏れる髪型がハーフツインじゃなくて三つ編みになってきて、個人的に。うんうんうん、のところで、来たわけよ。風呂入ってない問題みたいな。たまったまあの日。だから三つ編みしにくくて。どう思いますか、アヤパン的には。もうやりたい髪型をやる。教えて、アヤパン先生。もう、わかりません。え、何言ってよ。もうその髪型がさ、もう面白すぎて。目が出てきちゃった。目目ん玉じゃ引っ込めなきゃ見えないじゃん、私の子。目ん玉引っ込めて。違うよ、目。あ、目目。パッカーみたいな。そう、パッカーってやつ。はなかっぱやん、これ。はなかっぱやん。シュンかシュート朝昼ブーン。はなさけパッカー。うーパッカーパッカーえ、待って、近くにやってみて、りねちゃん、今頭。まだ背景がさ、めっちゃ白くなって、めっちゃいい感じになってる。え、ガチ？うん。あやぱん、今日これを育て始めた人みたいになってるやん。ねえ、いや、面白い、本当に。うん。でも今日の三つ編み、編み込みは結構なんか、クレイジーな感じ、なんか。もっと緩めがいいんですけど、メイクさんによって三つ編みで味が違うんですよね。確かにね。から今日は結構ダンサーチックな三つ編み。確かに。本当だ。でもとっても似合っています。え、優しい。あやぱん、そういえば髪を切ったんですよね。昨日？そう、昨日切った。ちょっとみんな見てあげて。とっても可愛いから。見て。切り立てあやぱん。見て。切り立てチップパンです。結構ね、うん、短いと思います。めっちゃ可愛い。なんかその、この、わかる？ジップの名前忘れた。ジップパーカー？ジップ？うん。と、もこもこの感じと、ショートカット、黒髪、もう全男受けを狙ってますね。あ、本当ですか？はい。もうこれは無意識に。もうみんな、全男に、もう全米が泣いた。全米が泣いて、こうやって泣いて、こうやってあやかさん、あやかさん、レスくださいよ、お願いしますって言ってる、今。あら、うん、え、かわいい、それやばい。それかわいかった。どこで覚えたわけ、そのかわいさ。あのさ、いい加減してくれない。私のファンの人がさ、あやぱに教えにしちゃうわけ、そんなかわいかったら。いや、リネちゃんのファンの方、教えしないよ。絶対。絶対しないでしょ。いや、ちょっとさっきあったんですよ。ちょっとお話し系行ってみようかな、みたいな。あんだ？あんだ？いや、意外とね、あのね、そういうのね、意外と来ないよ。意外と来ないんですよ、こういうの。違う。今までも何度かありましたが。行くこと行くよ。いや、今までも何度かありましたがね、そのコラボした時とかに。うん、でも来ないんで。あ、なんでそれはもう構ってほしいだけみたいな。そう、構ってほしいだけだから。かわいすぎやろ、私のリネちゃんおじさん。かまちょなんだから。かまちょ。かまちょ、かまちょっぷ。かまちょっぷ。かまちょっぷ。ちょっぷ。もう、あやぱん先生ぐらいのレベルになるともうわかるんですよ、ファンの人の心理が。そうだよ。わかるんです。わかるんですよ。来ないんでしょ、絶対に。研究所。研究したんだから。なんか一緒にさ、カラオケとかできたらいいのにね、これ。できる？確かに。え、カラオケできるんかな？え、カラオケあるよ。あ、できんらしいや。くそー！悔しい！ほんとだ、できない。え、じゃあなんかお題出して。それについて歌うわ。なんか歌おうよ。アカペラ歌おう。え、じゃあアカペラ何がいいかな？じゃあ、春夏秋冬。春夏秋冬する？うん。いいよ。います。
でん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 若干時差あるんだけどでん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 あ、そうかでんでんええよでんでんでんあの頃一番好きだったのは時差があるむずっ難しい近くの一本道、うん、春には桜が両脇に君なら綺麗だな僕らは何度も言ったり聞いたりおふくしていたね合ってない何をそんなに語り合うあ、じゃあ重い声の新名いつも隣やん重い声隣の、うん、それ踊ろうよいいよその先の、あ、じゃあ、で、君が好きだ。え、待って、ねねちゃんの歌割りのところ聞きたい。私、ねねちゃんの歌より重い声大好きなんですよ。ファイヤン。一番なんだっけ？うん。あ、臆病なのとこでしょ？うん、そうそうそう。そこめっちゃ好きなの、ほんとに、ねねちゃんの。そっから歌おうじゃん。やばい、また鼓動が上がってきた。じゃあやりますね。いきます。臆病な自分の性格君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして何をためらうでて僕は君が好きで君は僕が好きなだけだその先のことなんか誰もわからない。でんでんでんの日が思い出せる。どんな天気の恋をしよう。もし世界が終わったとしても、僕のようなように。いつの日か、やばい、見せてる。できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。もうこれはあるあるで、うん、先輩と2期生の踊りがごっちゃになるっていう。先輩バージョンと2期生バージョンの踊りが、うん、若干違うんだよね。若干で結構違うか。全然違う。全く違うし、え、てか私さ、自分 MV 見たいよね。なんか2期の MV 公開されないかな。なんかさ CD に入ってる。うん、CD に入ってるですけど、なんか普通に YouTube で公開してほしいかも。確かに5周年とかで公開されないのかな。なんか見たかったな2期の MV。 YouTube で見たい。うん、 YouTube で見たいね。確かに、うん、こうなんかそう CD じゃなくて YouTube とかで見たいかも。うん、みんな見れるし。うん、確かに。岡谷さん10ありがとう。ありがとう。しきしきみんもありがとう。好き。ここフォルさんハートありがとう。ここにバニラアイスがついてた。ちょっとメール送りたいから40分ぐらいになったら終わろう。うん、分かった。え、終わりまーす。40分ぐらいになったら終わりまーす。私もデモ時代に引き込まれなきゃ。今日全然できてないんですよ。あ、ゲームか。ドームズデイ。今頑張ってます。ドームズ？ 5 人ぐらい欲しいです。ファンの方。あ、そうなの？あと5人ぐらい加入していただきたいです。あ、5人ぐらい。お助けしてあげて。うつみりねちゃんと小島愛子ちゃんとドームに入りませんか？あやぱんのお助けは入ってますよ。お助けしてあげてください。助けてください。お願いします。ももプラントゥーも最高だったもん。うん、プラントゥーも最高だったくない？あ、プラントゥーうん、また見に行きたい。また行きたい。次はなんかもう一個違うやつ 見たいねって言ったんだよね。え、そう、なんかアロマの匂いとかが、そう、もう出る。本当に癒されるための大人向けの、うん、あのプラントゥーがあるらしくて。そうそう、ね、20分とか。そうそう、音楽だけ、音楽を聴いて、本当に見るだけっていう解説とかなしの。そうそうそう。なんか40、うちらが今日見たのは45分のやつで。そう。結構あの睡眠コースだったんですけど。
うんうんうん。そうだけど20分とか多分いい感じ。ちょうどいいぐらいな。うん。愛子ちゃんと内海美和の同盟は一緒なんですけど、あの、輪廻の方に入っていただきたいです。すいません。あの、ほんと愛子ちゃんに言われたんですよ。輪廻ちゃんは、あと5人増やしてほしいって愛子ちゃんに言われたから、うん、こっちの輪廻の方に5人増やしたいんですよ。みんな、入ってあげて入ってください。結構私、上のランクですよ。お、そうなの？そうそうそう。今日の夜中もやり上げますよ。どんどんやり上げ、やり上げますよ。どん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 え、そう、アロマのプラントリウムなんですよ。すごくない？めっちゃオシャレ。シャレとるやんけ。シャレトンシャーって知ってる？わからん。シャレトンシャー、福岡、博多弁？そうなん。そう。あの、オシャレなことをシャレトンシャー。シャレトンシャー。可愛い子しかおらんやん。顔が綺麗な人ばっかじゃない？福岡。うんね。博多美人。生まれ変わったら、福岡に生まれたかった。ひねちゃんも可愛いよ。十分。楽しい。嬉しすぎてまぶたが、まぶたきが逆になっちゃった。嬉しすぎてまぶたきが逆になっちゃった。嬉しい、ありがとう。めっちゃ嬉しくてまぶたき逆になるっていうの、初めて見た。姉ちゃん、嬉しかったまぶたき逆になる。うん、初めてした。ありがとうございます。ずっと一緒にいたけどさ、嬉しくてまばたき反対になるのはちょっと初めて知った。え、だって今日初めてやりましたもん。発想が謎。さっき来た、さっき来た、プッとインプットされた。 あらインプット、あー脳に注入された、バッキュン、あーって。そう、覚えてきたんですよ。え、もう、インプット。インプット。あえ、もう一回言って。インプット。インプット。あ二回目は思んないから。だいたい。面白い、ほんとに。私は下の歯です。うん。あやぱんって本当に儚い女。うん。もう、そう、どこが？そう。今日も言ったけど、ほんまに透明。どこが？ブル、全国のブルベ集めた人間みたい。え、わしってさ、うん。ブルベなのかな、やっぱわかんないんだよね。いや、ブルベっぽいよ。え、でもさ、ブルベってすごい、うん、あのもうし、なんだろう、なんか白い、うん、透明系のなんかイメージなんだけど。いや、あなた白いもん。いや、全然そんなことないし、むしろ。おい、だからだろ角から見たら白いんだよめっちゃ白いよ、ほんま。めっちゃ白い。わかんないよね。なんか、自分でそんなこと思ったこと一ミリもないの。確かに。本当に幸せかも、今。かもじゃない、幸せ。今私は頭の上に何を乗せているでしょうか。たこ焼き。違う。炎上するね、たこ焼きの、もしたこ焼きとか食べ物だったら。何？食べ物？うん。だったら炎上する。いや、でも、あの、ちゃんと食べ物だけど、乗せていい食べ物。グミ。違う。何？あ、食用のお花？違います。何ですか？あ、はん、え？歯ぐき。乗せていい。あ。歯ぐき、あ、みかんか。え、かわいい。わーい。かわいい。最高やん。え、なんかさ、かわいい、このみかん。もう今それを収めたい。めっちゃかわいいやん。あやぱんって、結構あざといな。あざとく、あざとく。
くないよ全然。あざとかわいいや。あざとかわいい。あざとかわいい。あざとくないです全然。普通だもん。あざといですよ。普通だもん。え？そういうのがあざといんだよ。普通だもん。そう、私本当にわかんない。私本当に普通なんだよ。本当信じて、私本当に普通なんだって。うん、わかる。普通人間なんだって。普通人間。普通人間やめて。普通人間なんだから。ノーマル、ノーマル人間。ノーマル人間なんだから。ノーマル、ノーマピやん。それ、ダメだよ。あなたはクリマンだから。ノーマピ、うん、ノーマルピだよ。ノーマルピーポーノーマルピーポーだよ。それうん。ダメだよ。ツンツン。あざとくない。ね。あざとくない。ツンツン。いいよつん。思った。つんつん。つんつん。いいよつん。更新しよう。え？更新しましょう。ああ。姉ちゃん。鈴木彩香と。手を接触したことによりぶっ倒れましたチーンおーいグーン復活したじゃあもう一回ポンって当ててあうーん感電した感電した感電OMG, oh my god. Oh my god. Oh my girl. Oh my girl. Oh my god.リップを吸収します。吸収。じゃあ次、もしうちらで行きたいところがあるって、プラネタリウム行けたやん。うん。しかも言って2日とかで行けたくない？確かに。次どこ行きたい？次？なんか自然、虫がいない自然を感じるところがいいな。どこだろうね。確かに自然なとこいいよね、めっちゃ。うん、なんか前佐竹さんに教えていただいた、うん、あの広島には、うん、あの軽井沢と言われる場所があるらしい。私軽井沢行きたいって言ったら、あの軽井沢と呼ばれる場所があるらしい。西の軽井沢みたい、広島に。そうなの？うん、なんか自然そうじゃない？行ってみたーい。行ってみたい。どこなんやろ。わからんけど。西の軽井沢か。だから、まずはそこから行ったらあって。瀬戸田ストラップスパークのところではなく。なんかあそこもすごい綺麗やん。海で。ああ、わかんない。ああ、なんかそれ。どこなんかな。いや、わかんない。けど。ちゃうか。そこに行ってみたいなって思います。最高。行きたい。西の軽井沢って言ったかな？ん庄原市ちょっと多分遠いんだよね、でも。あ、そうなんだ。うん、広島からだと。行ってみたいな。行ってみたいね。連れて行って。行ってみたい駅。行ってみたい駅。行ってみたい、かわいい。行ってみたい駅。行ってみたい、かわいい。行ってみたい駅なんか言わないよ。普通は。そう？行ってみたい駅。私だったら、行ってみたい、たたたたやーとか言ってくる。目に入ってるもん、クレヨンしんちゃんの。いや、そっちの方が言わないから。今日行きちゃうもん。行ってみたい駅なんて止められないよ、そんな。もう、そっちの方がね、もうやばいですね、皆さん。やばいですね。そろそろランキング読む？うん。36分だ。ね。でもメール3通ぐらい送ろう。送ろうよ。皆さんギフトありがとうございます。皆さんありがとうございました。ちょっと個人の配信しよっかな。うん。したら？22時まで配信するわ。オッケー。これって一人だけ終わることできるの？できるでしょ、あやっぱん。あやっぱん抜けてみてよ。
ちょっと先にランキング読むね、じゃあ。うん。13位、お金持ち先生。ありがとうございます。男女一応。もしなんか失敗したら。うん、12位、泡松さんかな。ありがとうございます。11位、黒さん。ありがとうございます。10位、ロブリー48さん。ありがとうございます。9位、ポムさん。ありがとうございます。8位、ギルスさん。ありがとうございます。こういう動かしたいで。7位、田辺さん。ありがとうございます。6位、松くんさん。ありがとうございます。5位、リカさん、ありがとうございます。4位、炎上さん、ありがとうございます。3位、安部さん、ありがとうございます。2位、まえちゃん、ありがとうございます。1位は、すごっ、すごっ、なんか、はい、まきまきさんでした。ありがとうございます。すごい。楽しかったね、楽しかった、面白かった、もうめっちゃ笑った。もう元気出ました、本当に。え、すごい、何これ、パッパラパンパン。あ、これね、これにびっくりしてたのか。普通にびっくりしてた。こちら。でーん。え、すごい、めっちゃいいやん、それ。そこ、ボタン押したらなるの。え、待って、それさ、私と一緒にガチャガチャ。あ、そう。え、ガチャガチャガチャ。ガチャガチャの。これ、私と一緒にガチャガチャって買ったやつなんですよ。そうなんです。かわいすぎやろ。それを活用しています。好きすぎやん。イエーイ。 あ来た。ありがとうございます。よし、ありがとう。じゃあ本当にお疲れ様でした。お疲れ様。しっかり休んでください。 たくさん睡眠とってください。そうだね、頑張りましょう。あの、覚えよう、頑張って。あの、レッスンないけど。そうだね、頑張って覚えよう。もう本当頑張ろうね。私もちょっと覚える。明日集中モード入る。うん。じゃあ、あやぱんお疲れさん。お疲れ様、ありがとう。しっかり寝てください。うん、バイバイ。ありがとう、バイバイ。皆さんもバイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました、あやぱんさん。じゃあ私ちょっとライブ終了するね。うん、じゃあさよなら。バイバイ、おやすみなさい。バイバイ。姉ちゃん起きらないよ。あやぱん切ってる。